北大西洋に浮かぶトラプラ島にははるか昔4つの王国が存在した。でも初代フォーランド国王が島を統一し、現在のフォーランド王国が建国されたんだ。フォーランド王国は4つの州からなっている。エンターテインメントでにぎわうロゼンジ州、厳かな雰囲気のシルフィウム州、広大な自然が広がるトロスティック州、そして経済の中心地でありハイカードが勤務しているスパーダ州。この各州が重なり合う島の真ん中にあるのがトラプラ宮殿。住んでいるのは現国王のジュリアス・フォーランドだ。ここはテストに出るからちゃんとノートに取っておきなよ、フィン。なんで俺がクリスとレオの授業を受けてるわけ？俺たちのことは先生と呼べ。先生？ハイカードのメンバーならば一般教養以外の知識も必要。経験不足のフィンを即戦力に育てるためスパルタで叩き込むことにした。もちろんちゃんと理解しているか確認するためのテストも用意している。90点以下なら追試も受けてもらうからな。まるで学校だね。大丈夫、テストの回答は事前に見せてあげるから。マジ？サンキュークリス先生。気が変わった。クリスにもテストを受けてもらう。二人とも満点を取らなければ追試と毎日のモップ掛け、トイレ掃除も行う。異論は認めないので口を開くな。分かったか？えいえい。誰が口を開いていいと言った？分かったかって聞いたのはそっちだろ。随分と威勢がいいな。そんなに元気が余ってるなら窓拭きも追加してやろう。最悪だ。